マルボルクは、ポーランド北部の都市、ポモージュ県に属する。都市は13世紀に、ドイツ騎士団が建設した。ドイツ語名は、マリーエンブルクインベストプロイセン。ユネスコの世界遺産に登録されている、マルボルク城がある。マルボルク市街外縁部の住宅団地町は、ドイツ騎士団が1274年に建てたのがと、川東岸の要塞オルデンスブルクマリーエンブルク、周囲に建てられた。 町も城も騎士団の守護者聖母マリアにちなみ、マリー・エンブルクと名付けられた。この要塞化された城は、ドイツ騎士団の本拠地、そしてヨーロッパ最大のゴシック様式要塞となった。13年戦争、ドイツ騎士団領からの独立を求めて、プロイセン諸都市が反乱を起こしたの最中、マリー・エンブルク城は、ドイツ騎士団によって、ボヘミア出身の神聖ローマ帝国兵士らの担保に、された。 士団は1457年に弁裁の代わりに城をポーランドをカジェミエシュ4世へ売り渡した。これは政治的にマリーエンブルクの町から城が切り離されたということになり市民たちはポーランドに抵抗した。およそ230年続いた城の建設の下マルボルク城は実際は3つの城は互いに組み合わさっていた。中世要塞の古典的な例として 世界一大きなレンガ作りの城であり、ヨーロッパにおけるこの種の城では五市に入る印象的なものである。第二次世界大戦が勃発した時上は修復過程にあった。戦中、城は50%以上が破壊された。修復事業は戦後進行した。しかし、城の主制度はちょうど戦争直前にほぼ修復されていたのだが、戦争中に破壊され現在も破壊されたまま。 残っている。城と内部の博物館は世界遺産に登録されている。マリーエンブルクを含む西プロイセンの地図1896年、マリーエンブルクの町は城の近くに発展した。地形は平坦なため、野形川を利用した水運で1 0 0トル離れた海との接続も良好であった。ドイツ騎士団によるプルーセン支配時代。 岸らは川を行き交う船から通行量を徴収し、琥珀貿易の独占権を持っていた。町は後に、ハンザ同盟に加盟し、多くの同盟の会合が開かれた。13年戦争の最中の1457年に、城がポーランドをへえ売却されると、ドイツ騎士団はこの地を離れた。町長バルトロメウス・ブルーメが代表を務めるマリーエンブルクの町と、その他の者たちは、 ポーランド王国の庇護を得て、ドイツ騎士団に反旗を翻した、ドイツ人プロイセン連合に3年以上も抵抗した。最終的には、ポーランド王国とプロイセン連合の同盟側が町を支中に収め、ブルーメはプロイセン連合により、公主刑にされた上、八つ咲きにされた。1864年には、ブルーメを記念した記念碑が建てられた。 町は1466年の第2次トルンの和訳後、横領プロイセンの県となったが、1772年にポーランド分割が行われると、町はプロイセン王国領となり、その年のうちに西プロイセンの一部となった。1871年はプロイセンを名手に、ドイツ帝国が成立する。第1次世界大戦後、ベルサイユ条約によって、 住民たちはドイツに残留するか、新設のポーランド共和国に加わるか、1920年7月11日の国民投票でその是非を問われることになった。17,805票のドイツ残留支持と191票のポーランド併合票の結果、マリー・エンブルクは東プロイセンのマリー・エンベルダー県となった。第二次世界大戦の連合国側勝利と、 ポツダム宣言により、マリーエンブルクはポーランドとなり、名称もポーランド語のマリボルクとなった。すべてのドイツ人住民は追放された。野賀と川上のマルボルク城、ありがとうございます。